どうする？修行の成果を見せてやる。さて、まずは基本からいきますか。まずは移動だ。俺のところまで移動してみてくれ。はっ。次は壁登りだ。この崖を登ってもらうぞ。崖に向かってまっすぐ走っていけば、そのまま登ることができる。よっと。はっ、はっ、はっ。よし、チャクラはうまくコントロールできているようだな。チャクラジャンプを使えば、さらに広範囲へ移動することができる。広い谷を越えたいときはワイヤークナイを使うといいだろう。さら。崖から落ちそうになったときのリカバリーにも使えるから、よく覚えておくように。さて、次は攻撃方法について説明していくぞ。とりあえず目の前の練習相手に攻撃をしてみろ。攻撃において重要なのは、相手のことをしっかり注視する。戦場で相手を見失うのは自殺行為だ。常に気を張っておくようにな。離れた場所にいる相手には、クナイ投げが有効だ。やっ、それ、やっ。相手が攻撃してきたときは、身を固めるんだ。つまり、ガードだな。ガードを使って、相手の攻撃をやり過ごしながら、隙を伺うんだ。自分がガードをしているときは、攻撃してきた相手を弾き返すことも可能。相手の行動を予測して攻撃を回避することも忘れるな。ガードも回避も間に合いそうにない。もしそんな状況になったら、変わり身の術を使うといい。変わり身の後は体勢を立て直したり、そこから反撃に転じたりするといい。さて、次は忍術について説明するぞ。知っての通り、忍術は練り上げたチャクラを使うことで発動できるのだ。その効果は術によって様々だ。ダメージを与えることに特化した術もあれば、身体能力を下げたり、動きを封じたりといった特殊効果を与えるものもある。自分の戦術に合う忍術を見つけ出すのも、バトルを勝ち抜く重要な要素だ。通常の忍術の他に、奥義忍術と呼ばれるものがある。奥義忍術
を発動するには大量のチャクラを練る必要があるんだが、その威力は普通の忍術とは比べ物にならないほど強力だ。チャクラとタイミングを見計らって積極的に狙っていくといいだろう。基本訓練はこれにて終了。あとは復習を忘れないように。それじゃあお疲れ様、頑張れよ。